おはようございます。今回は洗面所のこの部分に2段ぐらいの棚が欲しいと嫁さんが言うので作らざるを得なくなりました。というのも僕こういう仕事一番苦手なんですよ。まあお父さんとしてなんとか頑張ってやっていこうと思います。では行ってみましょう。まずこの下地センサーでまばしらがどこにあるか探していきます。この説明通りに右からと左からでまばしらの位置を確かめてまばしらの真ん中にビスを揉み込もうと思います。まばしらがこんな感じで入っていることが分かりました。大体の寸法を測ってビバホームに棚柱と棚受けを買いに行ってきます。棚柱2本と棚受け4つ買ってきました。棚柱に長めのビスが2本ずつついてたのでビスを買う必要がなかったです。棚受けの方にも小さなビスが4つずつついてました。あと棚になる木材を買ってきました。 600×200 の板と 600×250 の板を買ってきました。小さい方を上の段に、大きい方を下の段に使うつもりです。完成です。嫁さんがディスプレイして写真を撮りました。このディスプレイは取っ払って使いやすいように使っていきます。僕は苦手でしたが簡単だったので、こんな感じの棚が欲しい人はおすすめです。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。